皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。モズ3層構造ですっきり収納、ビッグなショルダーバックブック開封していきます。はい、開封いたしました。中にはバッグ本体、そして取り外せるショルダーストラップとこのサッシが入っております。はい、販売は書店版とセブンイレブンで販売されておりますスペシャルパッケージ、中身一緒ですけれども2パターン出ておりますのでご注意ください。それでは今日も詳しく見ていきたいと思います。そこでも伝えしておりましたけれども、いよいよ登場しましたね、モズさんのショルダーバッグ。まずは広げていきます。はい、広げてみました。いかがでしょうか。ではポイントを見ていきましょう。まず正面のこの上の部分、おなじみのモズさんのタグが付けられております。ちょっと大きめのものになってますね。でさらにこの下の部分、ちょっと隠れてますけど、スウェーデン国旗のタグもしっかりと付けられております。バッグの素材はポリエステル生地が使われておりまして、とても軽いバッグに仕上がっております。正面がこちらで、反対側、後ろ側はロゴとかは入っておりませんが、ここに収納ポケットがありますね。安心のジップ収納となりまして、ジップの収納スペースはどっかこの辺りですね。一番下まで行かず、ちょっとこの辺りで止まっている収納になっております。文庫本がすっぽり入ると記載されているわけですけど、ちょっとサイズ分かりにくいので、横幅はアルフォートサイズだと思ってください。深さに関しましてはアルフォートのブルボンのロゴの下までとなっております。ですのでスマホはスッと入るサイズになっているかと思います。これは iPhone の Pro シリーズのケースで、 Pro Max の大きいのになるとちょっとはみ出ますけど、斜めにしてこんな感じで、はい、こんな感じで収納すれば大丈夫です。はい、そして底の部分はマチもしっかりとございまして、収納力もかなり期待できると思います。横から見ますとこんな感じですね。でここにショルダーベルトが付けられる D 缶が装備されます。そして持ち手の部分はここからしっかりと取り付けられておりまして、耐荷重は約 10kg ということで、頼もしい仕様になっているかと思います。で持ち手のここの長さも、はい、しっかり取られてますので、肩掛けギリギリできそうですね。後で試してみたいと思います。で持つ部分はこのようにちょっと細くなってますので、握りやすくなっております。では続いて上から写しまして、収納は3層構造となりまして、ここメインで前後にマグネットボタン付きの収納が2つ付いております。でこの内側の生地はポリエステル生地なんですけど、グレー生地、まあ、グレー色となっておりまして、少し明るめで見やすくなっています。でこっち側にはポケットが、1つ2つですね、2つ付けられております。でこのポケットは一番下まで行ってますね。深さのあるポケット2つ付きです。でこっち側の収納は、ここにはポケットが付いてませんね。このスペースのみとなってます。はい、ではメイン収納開けていきましょう。ダブルジップ仕様になってますので、こうするとですね、ここまで開きやすくなってるかと思います。で中なんですけれども、内側はこのよう仲良し美白夫婦が入れます。メイン収納はゆきちゃん夫婦が余裕で入れる収納力となってます。とにかくこれ広いですね。容量は約12リットルとなっております。ここも内側はグレー生地になっておりまして、ちょっとは見やすいかなと思います。でポケットなんですけど、この前面のこっち側ですね、ここに、はい、横幅いっぱいではないですけど、ちょっと広めの一番下まである深さのある大きなポケットが付けられています。で収納ポケットはそこだけとなってますね。こっち側には付いてません。底板とかも付いてませんので、この辺は自分で入れてみてもいいかもしれませんね。はい、そしてショルダーストラップはこのタイプになっております。サイズ調節もちろんできまして、はい、ここで取り外し取り付けが可能です。はい、それではここからは去年の12月半年前に出ましたモズさんのキルティングの3層構造バッグ、ショルダーバッグですね、こちらと比較していきたいと思います。サイズなんですけど、縦と横とマチのサイズ全く同じとなってます。去年出たのはキルティング仕様になってまして、まあ、冬場とかにちょっと使えるかなっていう仕様になったんですけど、まあ、これからの季節は、はい、こちらの生地ですね、使いやすい生地で今回登場しております。はい、全くサイズは同じです。ただこちらの方はちょっとこう綿が入っていたり、少しボリュームがあるような緑
見た目の雰囲気には出ておりますけど、で正面こちらで後ろ側見ていくとこっちのジップ収納も同じですね。で横から見るとまちの大きさも同じとなっております。そしてこの持ち手のこの長さに関しましても同じですね。ただこのショルダーベルトの長さに関しては今回のバッグの方が5センチ長いです。今回120センチで前回は115センチとなってました。あとはこの3層構造も同じですね。でただですね、この内側の生地、これの色具合が若干異なってますかね。このキルティングバッグの方がよりちょっと明るめのグレー色になってるかと思います。でこっち側に内ポケット2つついているのも同じで、こっち側はポケットはなかったですよね。あ、それも一緒ですね。でメイン収納がダブルジップになっているのも同じで、こっち側に1つポケットがついているというのも、はい、同じですね。まあ、表面のこの生地の違いと微妙なちょっとこの辺ですね、色の違い、そのあたりの、はい、差があるかなという仕様になっておりました。ではまずバッグのサイズ見ていきますけど、 A4 サイズ入れてみたいと思います。メイン収納に、はい、こんな感じでもうすっぽりと入ってくれます。横幅はこれくらい余裕があります。13インチのパソコンも入るサイズとなっております。で前面のこっち側ですね、はい、前後にありますここの収納にも A4 サイズは、はい、すっぽり入ってくれます。はい、ではバッグ収納していきます。まずはメイン収納にお財布、モズさんの大きな長財布も余裕を持って入れられます。そしてペットボトルですね、680のでかいの入れちゃいましょう。縦入れしても問題ございません。はい、その他モズさんのウィンドウブレーカーとか、あとモズさんのエコバッグとかですね、はい、こういったものも一緒に入れちゃいます。でエコバッグすぐ取り出したいのでこっち側にちょっと入れときましょうか。はい、ここに入れたりとか、はい、あとはポーチですね、ちょっと大きめのも2つくらい入れちゃいましょう。はい、その他折りたたみ傘、こちらも立てて入れても大丈夫です。はい、折りたたみ傘もすぐ出しますのでこっちにしときましょうか。はい、ここに入れまして、はい、あとはこういったメガネケースを入れたりとか、手帳ですね、こういったものも入れられます。財布はこう立てておいた方が取りやすいかなということでこうしておきます。はい、さらにはハンドクリームとかこういったミラーですね、これはここに小物入れのスペースポケットありますので、ここにこんな感じですね、入れておいてもいいかと思います。でスマホはこの後ろ側のこっちのスペースにスッと入れられますし、あと13インチないですけど11インチの、はい、タブレットをちょっとここ入れてみましょうか。こんな感じで入れまして、まあ、これくらいの収納力となっております。はい、それではバッグ持った感じ写していきたいと思います。ご覧ください、どうでしょうか。ついに出ましたモズさんの3層構造バッグ。ポイントとしましては、まず正面にはモズさんのロゴタグですね、大きめのものがしっかり付けられております。でここにスウェーデンタグもですね、さりげなく入っております。で容量は12リットルの大容量で、耐荷時は 10kg で、重くなっても安心の設計となっております。で横から見るとマチもたっぷり、後ろ側にも収納ポケットが付いております。で持ち手の部分もこの部分だけちょっと細く握りやすくなっていますので持ちやすいです。でこの幅も取られてますので、手提げ、そしてこういうスタイルから、はい、肩掛け大丈夫ですね。多少余裕を持って肩掛けすることが可能です。それでは使い勝手この状態で見ていきます。まずこの内側のポケット、ここありますので、ここさっきちょっと見せてませんでしたけど今スマホを入れていました。こうスッと開けまして、はい、こんな感じでさっとスマホを取り出して操作ができますので、はい、この外側のジップポケットは安心で使いやすいと思います。でここ前後にマグネットボタンタイプの収納がありますので、片方をこう外しましてですね、ボタンをこうパチッと開けますと、はい、大開口となっておりますので、まあ、ここにもちろんスマホを入れておけばさっと取り出せますよね。あとは、まあ、こういうハンドクリームとかティッシュ、ハンカチとかこういうミラーとかですね、ポケットが2つついていますので小分け迷子になりにくくなっております。あとエコバッグとか折りたたみ傘とかすぐ取り出したいものもここに十分入るスペースが確保されております。加えてこの後ろ側にもですね収納がありますので、ここにスマホ入れてもいいですし、あとはタブレット端末とかですね、お仕事用の
はい、ノートパソコンとかここに入れるのもいいかと思います。でメイン収納なんですけれども、ダブルジップ仕様となってますので、ジップをスーッと開けまして、中からはこんな感じでガバッと開きますので、お財布をさっと取り出すこともできますし、ペットボトルですね、大きいのもしっかりと立てて入れることができます。はい、その他手帳とかですね入れてみたりとか、あと内ポケットもありますので、その辺ちょっと分けてですね入れておくことも可能となってます。ペットボトルとか入れちゃうと、ちょっとこの辺がぷくっとなりますので、底板とかですね別に購入して入れてみてもいいんじゃないかと思います。であとはジップをこのように締めてあげまして、はい、こんな感じの使い方になってきます。続きましてショルダーベルトつけてみました。つけるとこんな感じですね。今一番長く設定して肩掛けしますと、はい、あ、かなり長めの設定となっております。これくらいまで来てますので長さは十分かと思います。はい、で長さを調節しまして使い勝手見ていくと、こうしてみると結構大きなのがわかるかと思います。でまずはですね、この前面のこっち側からいきますと、ここはマグネットボタン仕様で、ここパチッと開かなくても横からこう手をスッと入れられますので、そうですね、ここからエコバッグ取り出したりとか、折りたたみにささっと取ったりとか、まあ、それくらいは簡単にできるかと思います。内ポケットついてますので、はい、この辺りもですね上から見下ろして、見えやすく、内生地もちょっと明るめになってますので、はい、ポケットもついていたりして、小物もですねさっと取り出せるのが便利なポイントです。でさらにこの後ろ側のこっちですね、こっち側にも同じスペースありますので、ここはちょっとですねこの持ち手をこのようにこう引いてあげながら、こう、はい、開けやすくした上で取り出す感じになるかと思います。スマホを入れたりとかですね、はい、そんな感じで使うことできます。あとはこのジップ収納もありますので、ここスッと開けてですね、はい、開けまして、まあ、ここにスマホでもいいですよね。はい、ジップ付きですので貴重品とか入れておいてもいいのかなと思います。続いてメイン収納なんですけど、ダブルジップをここで開きまして、お財布ですね、お財布をこうさっと取り出したりとか、まあ、この辺りも特に操作感問題ないかなという感じです。はい、この持ち手の部分はちょっとこの辺りでちょっと邪魔になるような瞬間は多少ありますけど、はい、まあ、その辺をこう避けながらですね、ペットボトル取り出したりとか、はい、あとはポーチもですね大きいのも余裕で入っちゃいますので、大容量バッグになってますので、まあ、通勤通学はもちろんですけど、1泊2日旅行にも、はい、まあ、使える容量ではないかなと思います。はい、でジップを閉めまして、はい、まあ、ショルダーの場合はこんな感じで使うことができます。はい、ちなみに12月に発売されたキルティングの方のバッグはこんな感じですね。はい、どうでしょうか。これ、まあ、全く同じサイズになっております。はい、さらにはモズさんのリュックとかもありましたんでね、もうちょっと荷物持ちたいという方はこういうリュックを背負ったりなんかしてですね、はい、併用してもいいですし、でショルダーバッグもですねいろんなタイプ出てますので、こういうのもですね、こういう感じでつけてもいいかなと思います。でスマホに関しましてはスマホショルダーもございますので、はい、こういう感じで、はい、スマホを使ったりとか、はい、さらにもっと荷物の多い方で旅行行きたいという方はこういうボストンバッグもありましたんでね、こういうのをさらに背負ってですね、はい、旅行にお出かけすることもできるかと思います。お待たせいたしました。それでは本日もバッグの正確な容量を測定していきます。それでは参りましょう。 How many? ブルボン。バッグの容量は50ブルボンです。モズ3層構造ではみ出す収納、ビッグなショルダーバッグおすすめです。
はい、いかがだったでしょうか。今回はモズさんの3層構造ですっきり収納ビッグなショルダーバッグ紹介してまいりました。はい、ビッグサイズでたっぷりの収納力でしたね。3層構造により仕分けもしやすい構造になっておりましたので、毎日の通勤通学、さらには旅行にも使いやすいバッグになっていたかと思います。さらにはシンプルなデザインで男女兼用できるバッグとなっておりますので、気になった方はぜひチェックしてください。書店版とセブンで販売されるスペシャルパッケージが販売されますので、そのあたりは注意してくださいね。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のバッグいいなと思ってもらえましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。